ブルージェイズと1年契約を結んだ元阪神の後昇監投手、35、が、ビザ取得が遅れているため未だに、オープン戦に登板できない状態が続いていると16日、日本時間17日、球団公式サイトが伝えた。昨季終了後にカージナルスから FA となった後昇監は、2月上旬に一度、アベンジャーズと契約合意したものの、身体検査をパスできず破談。キャンプがすでに始まっていた2月26日にブルージェイズとようやく契約を結んだ。ワーキングビザを取得していなければ試合での登板ができないため、ビザなしで、チームに合流し投球練習を続けているが、実戦登板はまだ一度もしていない。記事では、開幕までにオープン戦に、3試合に登板すれば準備ができるだろう。としているが、ビザ取得が遅れており、いつ取得できるか分かっていない。ギボンズ監督は、彼は投球練習を続けている。当初の予定とは違うが、開幕に間に合わない可能性について、まだ話し合ってはいない、と開幕ロースター入りを期待。と昇監は、できれば来週の頭までにはビザ取得ができると願っている、と地元メディアにコメントした。